やあ。おう。出場ギルドが発表になるわ。さ、参加チームの発表だ。名前に反した荒くれ集団フェアリーテイル。ブーイングだと。大陸中を騒がせた天狼組の帰還によりフィオーレ一となるか。気にするなルーシー、仲間の声援があればそれだけでいい。フレーフレーフェアリーテイル。うん。てかあれ、まさか。フレーフレーフェアリーテイル。マスターメイルズ、応援に来ちゃいました。来ちゃいました。やだ。大丈夫です。ギルドの紋章をつけた人しか私のことは見えてませんから。いや、そういう問題なのか。だって天狼島にいるのも知らないですよ。初代が見守ってくれるとは心強いな。幽霊だけどね。さあ、続いては予選7位、地獄の猟犬軍団、クワトロケルベロス。6位には女性だけのギルド、大海原の舞姫、マーメイドヒール。5位は漆黒にきらめく青き翼、ブルーペガサス。4位、愛と戦いの面に聖なる破壊者、ラミアスケール。続いて3位、これは意外、初出場ギルドだ、真夜中遊撃隊、レイヴンテイル。レイヴンテイルだ。これはマスターの息子イワンのギルド。闇ギルドじゃ。こんなのが大魔党演武に参加してよいのか。おお。最近正規ギルドに認可されてたみたい。イワンめ、ふざけおって。どんな手を使って。お前らがウェンディが許さねえぞ。残り2チーム、セイバーデュースとあと何だろう。まだ強いギルドが隠れてやる。ジェラールの言っていた魔力と関係あるのか。さあ、予選2チームの発表だ。おっと、これは意外、落ちた羽の羽ばたく鍵となるのか。まさかまさかのフェアリーテイル B チームだ。なに、姉ちゃん、ガジル、ジュミオ、ラピサスとか反則でしょ。つーかつーかつーか、なんでミストガンがいるんだよ。まさかお前ジェラール。マジか。今回からのルール改正により各ギルドは2チームまで参加できるようになっています。そっか、だから参加チームの数が多かった。冗談じゃねえ。たとえ同じギルドだろうが勝負は全力。
手加減はなしだ。別チームとして出場したからには敵負けねえぞこの野郎。望むところだよ、予選8位のチームさん。ガジルはだいぶ力をつけてきたぞ。ナイツだって負けないよ。それにしても B チームすげえ強そうだな。さあいよいよ予選突破チームも残すとこあと一つ。最強天下無敵、これぞ絶対王子や、セイバートゥースだ。出てきたか。楽しもうぜ夏さ。何ガンタラてんだこら。ガジラ、あれがフィオーレ最強のギルド。絶対負けるな、ナイチュー、ガジル。頑張ってください、スティンケ君。クモンを応援する。あの客席にいるのはエクシードか。サラマンダジェラミストが、お前会場には近づけんと言っていただろ。この方法は思いつかなかった。なかなか話のわかるマスター。事情を話したら快く承諾してくれた。ルール違反だ。お前はギルドの人間じゃない。俺とミストがある意味同一人物と聞いているが、ま、そう熱くなるな。祭りだろなあ、ミストが。そういうことだ、エルさん。それとな、ミストガンはもう少し無口だ。気をつけな。了解。あの覆面の方、ギルドのものではありませんね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。だからやめとけって言っただろう。しかし、悪ではありません。不思議とギルドの紋章を持つ者と同じ心を感じます。話せば長くなるんだけど、一応ギルドのものとも言えるんだよね。なるほど、あれがこの世界の王子というわけか。強いのですか。それはもちろん、かつて聖典の称号を持っていた男。認めます。え、フェアリーテイルが優勝するために。で、何か気づいたことがあるか。レイヴンテイルが怪しいということ以外は特にない。あれは初出場のギルドだ。毎年感じる魔力とは辻褄が合わない。お前の方こそその謎の魔力とやらを感じているのか。いや、今はまだ。よう。約束忘れるなよ。俺たちが勝てばジュビアを我がギルド。約束なんかした覚えはねえけど、お前らだけには負けねえよ。ところで、あいつ誰だ。いつもの愛はどうした。愛はセリアって言います。よろしくお願いします。
シェリアはシェリーのいとこなんだ。実力はシェリーより格段上だぞ。うん、私なんかまだまだ愛が足りないの。燃えてきた！いよいよ始まりました。ここで私とルールのおさらいをしておきましょうね。参加者は各ギルド5人までなのです。リザーブ枠があって1人自由に入れ替えができるみたいです。現在はウェンディさんの代わりにエルフマンさんが入っていますね。予選を勝ち抜いて本戦に出場できるチームは8つ。我らがフェアリーテイルからの2チーム。さすがです。大会は5日間かけて行うようです。1日の中には競技パートとバトルパートがあります。バトルパートでは双方のギルドが同じ人数を出し合って戦います。競技パートはその時までルールは秘密だそうです。選手の選出は自由。勝敗や順位によってポイントがつきます。そして合計で一番ポイントの高いチームが優勝となるのです。頑張れフェアリーテイル。ではこれより大魔導演部オープニングゲームヒルンを開始します。参加人数は各チーム1名。参加者は前へ。ここは男として一番槍となって。お前のどこがヒドンって感じだよ、肉団子。ゲームのルールは分からんが、ヒドンという名から隠れることが必須か。ウェンディがいてくれたらな。ちっちゃいし。小さいのが有利かもしれないなら私か優香だね。いや、初めから飛ばしていく。俺が出る。リオンが出るの？ほう、だったら俺が出よう。この大会どんなもんか見させてもらうぜ。グレイ様が出るならジュビアも。おい、わざと負けたらただじゃおかねえぞ。グレイ様、申し訳ありませんが負ける気はないですよ。当たり前だ、全力で来い。悪いが俺も全力でやらせてもらう。ジュビアのために。ほっとけよ、バカが映るぞ。ゲームみたいな試合で楽しそう、そう思ってたのは最初だけだった。私たちはいろんな意味で苦渋をなめる。レイヴンテイルの必要な妨害が敗因。レイヴンテイルはフェアリーテイルが最下位になるようグレイを集中的に狙ってきた。そして王者セイバーテュースは本当に強かった。ジュビアやリオンも奮戦したけど全く及ばなかったんだ。やっぱ弱いじゃんフェアリーテイル。万年最下位。もうお前らの時代は終わってるよ。何がおかしいんだこの野郎。もういい。笑いてえやつには笑わせておけ。すまねえ。大丈夫だよ、まだ最初だし。この借りは必ず返す。よし。よし。次はバトルパートね。主催者側が対戦チームと相手を決めてるみたい。
私たちの相手は私よ。レイボンテイル？試合楽しみにしてるわ、金髪。なんだあいつ。レイブンテイルからはフレアコロナ、フェアリーテイルはルーちゃん。私、奴らがウェンディを傷つけて挨拶代わりですって。私は怒ってるんだ。任せて、絶対勝つから。すごい気合い入ってるね、ルーシー。相手がイワンのバカギルドだからな、ギッタギタにしてやれ。レイブンテイルというギルドの目的は何なのでしょう。そりゃきっとわしらに恥をかかせることじゃ。勘に触るやつらよ。そんな小さなことなら良いのですが。愛が精霊を強くする、レグレスインパクト。やばいよ、一気に行かないと。私の髪はどこまでも伸びるの。客席を狙うなんて。声を出すな、これは命令。逆らったらどうなるか分かるわよね、いくら頭の弱そうな金髪でも。なんて卑怯なやつなの。客席のアスカちゃんを人質に取るなんて。声を出すな、動くな、魔法を使うな。逆らったらどうなるか分かるわよね。開け！砲兵級の扉！精霊を強くする、レグレスインパクト。誰が動いていいと言ったよ。
神シグリッチドリ守るよ。今は耐えるのだ。ルーシーの様子が変だぞ。ナッツはどこだ。さっきまでここにいたな。俺は耳がいいんだよ。確かに聞こえたぞ、アスカちゃんってな。何？この子は大丈夫だ。ルーシー、思いっきりやれ。ありがとう、ナッツ。今度はこっちの番よ。これからよ。はあ、開け時計座の扉、ホロルゲーム。ローガン、ここからだよ。頑張って使うわ。神しぐれローガン、まずいわ。一気に行かないと。開け砲兵宮の扉、私の全力見せてあげる。な、何をする気なの。やったー、取ったわ。ジェミリー、あれやるわよ。とにかく私に変身。
消された。どうしたルーシー、何があった。ルーシーの魔法が消された。まさかガイアからの攻撃。ルーシーダウン、試合終了。勝者レイヴンテイル・フレアコロナ。私の勝ちだ。ざまあ見ろよ金髪、みっともない無様、負け犬。泣くな、ルーシー。だって悔しいよ。涙は優勝した時のために取っておこうぜ。すごかったぞ。おかげで俺たちはこの世界で戦えるって分かった。0点面白えじゃねえか。ここから逆転するんだ。燃えてきた。よし、みんな揃ったら聞け、ガキども。今日の敗戦は明日の勝利への糧。登ってやろうじゃねえか。わしらに諦めるという言葉はない。目指せ、フィオーレイジ。負けたギルドには思えないわね。まあ、いつものことだしね。は大丈夫なの？全然平気。逆にやる気出てきちゃった。ならいいけど。な、何？今の予知。白い騎士、巨大な魔法陣、崩壊するメルクリアス、そしてその中で何かを歌っているルーシー。どうしたの、シャルル？いえ、なんでもないわ。未来に何が起きるっていうの？こんな予知言えるわけがない。